DJ サイレント MC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂ガングスターシップアジアの島国へ大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛やさしたがうしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目未だ分からぬ自分の左右の目見捨てないで神は見捨てて日中ドソロンってありますけど、はいはい、あのねそれも今発表することではないけど、うん、僕がある鍵を開けた、その鍵は強力で、まあ日本人しか開けられない鍵を開けたのね。だから日本からシュメールに行ってる、絶対行ってる、行ってるけど、その時に日本って早いでしょって偉くないって言うと終わり終わりなんですよ。じゃなくて、いやいやみんな一緒でしょ、そもそも一緒だから、それが本当なら今も一緒でしょっていう、ここの域に日本人が行けるかなっていうところが思うところなんですよ。でまあ、検査はしてますけど、僕はまあ外交のある国、ない国、いろんな要人が内緒で会いに来ます。その時何を感じると思います？日本人に期待してるんですよ。世界中が今なんか変化しようと思ってするかもしれないというのは、日本だけの問題じゃなくて世界中が思ってるんですよ。なんか変わるかもしれない。その時にこの最古の根血の日本人が絶対やってくれるって外国が思ってるんですよ。私もそう思ってる。ね、その辺がやっぱり日本人っていうのは、僕が言うとおかしいですよ、僕は血縁を持ってここに出ちゃったので僕が言うと変なんですけど、日本人って血縁ではない、精神である、うん、で精神はどこから来たか、うん、この環境から来た、うん、どの環境かっていうと、世界中の歴史をずっと調べると、他の国がいいか悪いかは別としてです、奪い取らないと生きていけなかったんです、うんうん、いいか悪いかもう正義の方を置いておきましょう、うん、奪い取らないと生きていけない、自分たちがこの国と、ある300年ぐらいいい感じだったエジプトと、この国だけ鎖国ができてる、うん、あとはできてない。なぜかというと自給自足ができたから、うん、自給自足ができるってことは奪い取る必要がなかったっていう、うんうん、なのでうちのおじいちゃんが明治神話200年計画だって言ってた、今は信じてる。どうしてかっていうと、大東亜戦争だけがユーラシアの解放だって言ってますね。違う、明治維新からそこをもうすでに狙っている。なぜかというと、シュメールから今の気候変動がいつ来るか知ってた、1万2000年前から知ってた。して僕が偶然にオリオン座のズレを自分で見つけた。おかしい。だから宇宙から来たって言われるんだ。そうそうなんですよ。でね、これね、エビデンス必要じゃないですか、普通信じるんでね、うん、僕シュメールすごく調べたんで、シュメールの壁画には11個の太陽系の星が書いてあって、うん、色まで書いてあるんですよ。で僕らが今それを認識できたのは1985年のボイジャー2号が帰ってきて、うん、あ、なんか11個ぐらいありそうだよっていう、もうと僕の昔に知ってるわけでしょ、うん、すごい。それが宇宙人かどうかは置いときましょう、うん、でも深くなるので宇宙人論家はまあ置いといて、知ってたってことは事実だ。知ってたってことはもっとシンプルなことを知ってたはずなんですね。それは夜北極星を中心に星が回るってことは知ってたと思います、うん、それぐらいはね。したらその北極星が何年に1回大きくずれるかも知っていたはず、ということはこの気候変動を知っていたはず、ということはこの気候変動を知っていた一族は言い伝えたと思う、ずっと。そして明治維新が200年計画だと仮にすると、最後のラストミッションでこの200年後には実は植民地支配は終わらせておかなければならない、そうしないと一つになれないっていう、これが事実ならですね、全て手の歴史がここに紐づくんですよ、うん、全部ですよ、ここに。で例えばヨーロッパで夫婦喧嘩して離婚したとしましょう、今日例えばまあハワイで今日はもうすごく大好きな人と結婚なさったとしましょう。どっちも小さな歴史ですよね。これも全部ここに紐づく、全て意味がある。ここが本当ならね、
だから多分、うん、それを知っている諸外国の人たち、知っている人たちは日本に期待して、日本が最後のブレイクスルーをする。どうでしょうか、外からと僕は個人的には思います、ね、今もそういう人たちが出るのを待ってるんですよね。そうです、待ってるし、日本が一番苦しむべきである。苦しまないと出てこないから。そうなんですよ、うん、だからギリギリまで日本が一番いじめられる。そうなんですよ、そうしないと出てこないから。出てくるわけがないですよね。出てくるわけがないです。本当そうなんです。あの宇宙から見るとね、結構簡単な話も多いんですよ。だって核を日本が持つって持つ必要ないじゃないですか、全く。なぜかっていうと、今の一番大きな核を10発撃ったら氷河期に入るんだよ、うん、誰も撃てないでしょ。一応バランスを取るのに政治的には必要かもしれないけど、実際は撃てないんですよね。で撃てないけど日本は持つとか言ってるじゃない。いらないいらない、もう持っちゃいけない、そんなの。もうお話にならない、次元がこんな低い。もっと誇り高いからね。で例えば、もっとあるんですよ、宇宙から見ると。じゃあ月の衛星に初めてなんかあれを乗せたでしょ、日本。はやぶさ乗せたでしょ。月の衛星に乗ってません、一つ。分かんないです。ほら、月の衛星に初めて衛星を乗せた、月の回転に衛星を乗せたの日本だから。そうなんですか。あれどこもできてないよ。じゃあ不思議なことがあるんだよね。僕たちって表しか見たことない。裏側って見たことないじゃん。なんか中国が裏側に行ったとか言ってた。あ、裏側の写真がやっと出てきたの。日本だけあそこ衛星に乗せてるから。不思議なことがあるの。斜めが乗ってこないの。後ろと前があったら横がない、うん、横出してこないのよ、うん、まだ内緒にしてる。例えば日本の衛星は世界一、うんうん、自慢するわけじゃないけど、どういう世界一かというと、どこで夜中起きて、うん、その人が夜中真っ暗な時にどう動いたかまで分かるのは日本の衛星だけ。これみんな欲しくない？どうやってキャッチしてるんですか？いや、それはもう電磁波で。で、それはみんな欲しくない？戦争上日本は売ってない。で、もしそれが本当なら、うん、あれってどうにでも撮影できない、うんうん、すんごい細かいとこまで出してこないよね。噂では500万人死んだとか、噂では450人しか死んでないとか、もうどれが本当かわからないじゃないですか。だ、どっちが本当かわからないときに自分の物事で考えて、自分の思ったことで答えを出すっていうことが今必要なので、日本はもっともっと厳しいところに行く、目が覚めるまで、うん、まだまだいじめられる。いやいや、でもね、絶対目覚めるよ。なぜかって、これ DNA の問題だから、最古のハイブリッターだからね。これはね、 DNA が震える。なぜかっていうと、毛細血管、人間の一人の毛細血管は小さいものを見れて、先生横につなげると地球を2周半もある。でも DNA の二重らせんは24周もある。たった一人でもう膨大なものがこの中に入ってるわけです。そこが震え出す、ビーって。いや、おかしくないみたいな。脈々と受け継がれてきたこの DNA の中にちゃんとありますからね。忘れてるだけだからね。だからみんな仲良かったでしょって、まあ世界の要人とお話をする場面があります。なんか条件はありますかって言われるんで、一切ない、仲良くしたい、一切条件はないと言います。ただね、信用してもらえる、うん、まだまだ本気になさらなくてもいいですよ。嫌が多でもその時は来るからね、来る来る、もう外れない。まず僕、旧約聖書もすごく読んだんですよ。あの、神様いないと思ってたからね、10年間調べる前。いるね。いないと歴史が成立しないんですよ。で、ここでちょっとあの一つあれも言っていいですか、日本の自慢話。うちのおじいちゃんが言ってて周りが知らないこと。まず菊の御紋、あれ小さい時にあれ花じゃないよって言われてた。花じゃないよ、菊じゃないよ、太陽でもないよ、これ何、宇宙の始まりだって。あれを球体にしてビッグバンでしょ、平面で見ないで球体にしてみるの。あれビッグバンじゃんね。あそこから四方八方十六方に流れていくっていう。要はこういう感じだ。あれが宇宙の始まりだって。こ
これはね、今、宮内庁に出入りしている新党かも知らなかった、うん、本当かどうかは分かりませんよ、うん、僕はそう聞いてた、うん、古いっすよ、うん、この日本人期待されてるよ、うん、あのね、今ね、僕が、Kさんが最初信じくれた仲間なんですよ、うん、実はもう精神科に行けだったから、あの頃だから今はね、ちょっとね、倫理法人会っていう人たちが、うん、あれこの子に言ってることはまともかもしれないってなって、今そこの輪っかが広がっていて、そこからちょっと講演をずっと日本中でしていこう、日本人の出番が来ましたよ、日本人は白黒黄色肌関係ないですよ、宗教も関係ないですよ、国籍関係ないですよ、そんな際も関係ない、ここの国にいてここの国が好きでこの環境の中で育った人は全部日本人ですっていう感じなんですよね。だから殿下がやった講演知ってます？満帆になったんですよ。でさせて、はい、なんかやっぱり YouTube のおかげなんですよね、圭さんが拾ってくれて、あの自分の知り合いもそこに結構行ってたし、ね、はい、うん、こういった感じのお話されるんですか、やっぱり。もうちょっとね、踏み込んだね、うん、ここは YouTube でしょ、はい、あれはね、うん、録画しないでって頼んだの、写真も撮らないでっていう、うん、だから誰も録画しないんで、ね、うん、写真を出していく、うん、どうしてこの人が前に立ってんのって、後ろに立ってんの、うん、どうして隠したの、うん、隠す理由は何、うん、どうして空海をあの時代に隠したの、うん、理由があるよ、まだ早い、今もう早くないよ、うん、今がジャストタイミングだよ、それは旧約聖書もそう言ってるし、新約もそう言ってる、ラストミッションが始まってるし、歴史を本当に深掘りしたら聖書は予言ではなく現実ということが分かる、あれ現実なんですよね、予言ではなくてああにしかならない、うん、なのでいわゆる聖書が書いてある最終章はもう始まってるし、最後の戦いは終わってるし、あとは気づけなと、気づかないと大分死ぬよ、でも分かち合う心がもし芽生えたら相当生き残るよっていう、気候変動のことだからね。桜隆史ギャングスタ、昔と命は一瞬めくりめくって、今は全な気分浸透、ね、100億ポーズ出たら揃った国心臓、過ぎた昨日より大事な今日、罪と罪は消えないが卒業だ、サクライブ、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ、 Right